なお久しぶり、みんなの麦麦小麦ちゃんです。今回は無事テレビ前で行われているアイドルイベント夢工房2003でこよりちゃんの事務所と一緒にコスプレカフェのお仕事なのだ。さて、久しぶりなんで忘れてるかもしんないから、ここでみんなを紹介しちゃうね。まあまあ負けないで。まずはシロちゃん。我がキリプロのマネージャー、柄が悪いから不良マネージャーっていう社長は言ってるんだ。はい、こいつはめぐみ、巨乳、性格悪い、まぬけ、以上終わり。で、こいつが時坂ルナ。最近ドラマの仕事なんかしてる子役タレントなんだけど、ちっちゃいくせに偉そうでクソ生意気、なんかムカつくガキ。け、桜井明日香ちゃん。ただいま売れっ子の若きアクション女優なのだ。わけあって、めでたく我がキリプロに移籍してきたのだ。で、この人がキリプロで一番偉い人、ユイ社長。怒ると怖いけど、いろいろと私たちを心配してくれてる、とってもいい社長なのだ。そして、この子が国分寺こよりちゃん。超大人気のグラビアアイドルで、私のクラスメートでもあるのだ。今日もこよりちゃん目当てのお客さんばっかり。いいにゃー。ほっとけよ、エロウサギ。この人が私のラブリーダーリン、伊達恭介くんでーす。超売れっ子アイドルで、もうなんちゅうか、もうかっこよくて、もう優しくて、もうでもってん。そして、さっきから一言多いこの麦丸と、人知れずこの世の平和を守る、マジカルナース小麦ちゃんなのだ。いらっしゃいませ。うやぁ、疲れた。うっさいわね。そんなに海外しく猫かぶって働いてても、あんた目当てのお客さんなんかいないから安心しなって。キッキッキッ。胸の厚みとパンの厚みが反比例アイドル、チチお化け。うん、なんだと。落ちて、落ちて。ちょっとあんたたち、遊んでるのもいいけど、今日のギャラは不愛想よ。コーヒー2杯で終わりなんて、小麦ちゃん、許さないよ。ね、あ、こよりちゃん。うん、ないよ。あ、今夜うちにお泊まりに来るんだよね。じゃあ一緒に帰…どっかで見たことあるような、ないような…ごめんごめん、誰かと似てた気がして。いや、なんでもない、なんでもない。苦しい、気持ちいい。脱走した宇宙人を捕獲したんだよ。いやはや、面目ない。ねえねえ、シロちゃん、シロちゃん。あの二人なんかあったの、過去に。なんか雰囲気あんまし良くない感じ。というか一方的に。なんと、ユイ社長にそんな過去があったとは。へえ、そいでそいで。うお、すげえ。わっちゃー、マジっすか。京介くん、バイバイ。うん。ユイ社長。リチャードさんのこと好きだったんでしょ？大人の恋愛か。いや、京介くんたら、やだもん。あん？まだめ！今日も一日疲れたにゃ。こよりちゃんお目当てのファンがいっぱいだったにゃ。なんだろうにゃ。私には何も聞こえないよ。隊長、謎の巨大隕石を2個発見しました。これより破壊活動に入ります。うりうり、私に半分よ。